島地川ダムは、山口県周南市高瀬地崎、一級水系沢川、水系島地川本川に建設されたダムである。山口県の中央部を流れる沢川には、本川上流部の山口市徳寺野屋2956年に完成した沢川ダムがあり、本川の治水を担っていたが、沢川水系においては、山口市徳寺堀で合流する支流の島地川から、 本川のピーク流量に匹敵する流入があり、地水面ではある程度の紅葉は発揮されていたものの、まだ十分とは言い難い状況であった。沢川は川口から約 10km の区間が直轄管理区間であったが、1966年に河川法が施行されると沢川駅給水系に指定され、当時の沢郡特治町堀より下流までに、 大臣直轄管理区間が延伸された。これを踏まえ、建設省中国地方建設局は、沢川本川の抜本的治水対策を目的として、沢川総合開発事業を策定し、その根幹事業として島地川ダムは1972年特定、多目的ダム法に基づく、多目的ダムとして計画され、同年島地川ダム調査事務所を設置、事業に着手した。 島地川ダムは建設に伴い9個が水没することとなったが、1975年までには保証基準が妥結され用地買収も完了した。1978年に本体打設に着手1980年には本体打設が完了し、翌1981年に竣工した。形式は重力式、コンクリートダム、高さは、 当初88.0メートルとして計画されたが、後に1.0メートル高くなり89.0メートルとなった。目的は、島地川、沢川下流域の洪水調節、佐野是基地点における、既得水利権分の用水補給、島地川の流水機能維持を目的とする、不特定利水、豊富市、周南市、山口市への上水道、工業用水道供給である。 なお工業用水道に関しては、山口県企業局が、当時の新南洋市、徳山市西部への工業用水道である、富田夜、市川工業用水道の水源として島地川ダムを利用し、下流において取水した水は、和田分水を通じて、山口県営ダムである川上ダムに送水され、当該地域に供給されている。 本体の建設にあたっては、以後のダム建設の合理化を視野に入れ、世界で初めて本体志向に RCD 工法の本格採用に踏み切ったことが特筆される。RCD 工法とは、セメント量を少なくした超高ネギのコンクリートをブルドーザーで敷きならし、上から振動ローラーで締め固めることによって、コンクリートの打折を行う工法であり、 それまでの現場配合コンクリートをケーブルクレーン等で現場内運搬しバイブレーターで締め固める工法に比べて大量打設が可能になり指向性が飛躍的に向上するとともにブルドーザー振動ローラーといった汎用建設機械を使用することでダム建設専用の機械を持ち込む必要が少なくなりダム建設コストの縮減にも寄与する工法である RCD 工法は 大川ダムの仮締め切り部、マット部などで試験施行され、島地川ダムの本体施行に導入された。島地川ダムが RCD 広報の第1号に選定された理由としては、などが挙げられる。ありがとうございます。